第六代グラモン公ルイと二人の息子、アントワーヌ七世とアントワーヌアドリアンシャルル。第六代グラモン公爵、ルイドグラモンは、フランス王国の軍人。オーストリア継承戦争で、フランス軍を率い、戦死した。フランス元帥アントワーヌ五世とグラモンと、マリー・クリスティーヌとの愛儀の間の息子として生まれた。1720年、フランス元帥、シャルル・アルバンド・コントの、 娘ジュヌビエーブド・ゴン島と結婚3人の子女を設けた。1741年に兄のアントワーヌ6世が亡くなるとグラモン公爵になった。グラモン公はデッティンゲンの戦いでの役目が最も知られている。戦いの直前、グラモン公のおじの内ユ公爵が巧妙な公軍でイギリスとオーストリアを罠に追い込み、フランス方兵が マイン側の対岸から安全に砲撃できる場所で、包囲した。グラモン港は、封鎖軍2万3000を率いて、同盟軍の突破を防ぐことを命令されたが、彼は、命令に違反して、全軍で攻撃、フランスの砲兵部隊が砲撃を停止せざるを得ない、結果となった。さらに攻撃が撃退されると、フランス軍は逆に押し込まれ、グラモン港の軍は川に追いやられ、 同盟軍は、ハーナウへと脱出した。その後、フォントノワの戦いで、再び同盟軍と戦い、戦死した。ありがとうございます。